皆さんこんにちは。いや、久々にパンジーに乗れます。仕事でちょっとワクワクしてて、どこ行こうかなってまだ決まってないんですけど、ひとまず走り出そうかなと思います。ということで本日の立て前スタートいたします。よろしくお願いいたします。立て前。はい、皆さん改めましてこんにちは。走り出せばだいぶ涼しいですね。秋って感じがするかもしれない。気のせいかもしれないということで走り出しました。毎回言ってることなんですけど、乗ると楽しいですね。というわけで今日はね、何を食べ行こうかなみたいな感じで考えてはいたんですけど、定食多かったんで、まあ、ちょっとアメリカっぽいやつ食べに行こうかななんて思っております。立て前。まあアメリカっぽいと言ったらステーキ、ハンバーガー、タコス。最近ハンバーガー食べてなかったんで、ハンバーガーでも食べ行こうかななんて思っております。まあ、そんな中、パン姉が西尾市にハンバーガー屋さんできたんだよなんて話をしたんで、まあ、今日ちょっとそこ行ってみようかななんて思っております。さてばい。もうちょっとで西尾市に入りますかね。はい。まあ、そういえばハンバーガー屋で思い出したんですけど、パン姉の納車が近づいてる気がします。本当はね、パン姉と一緒にハンバーガー屋行けたらいいなって感じなんですけど、多分この間の様子を見てると、しばらくの間はサテバイ教習所でパンヘッドを得意乗れるまで練習してもらわなきゃいけないかなみたいな。はい。わあ、楽しみだな。でも多分一番楽しみしてるのはパン姉だろうな。会うたびに私のやつここまで行った、私のやつこうなってたって言ってたからな。はい。まあ、これで納車の時に一緒についてって動画撮りたいと思います。ということで今ハンバーガー屋さん向かってるんですけど、客観的にふと思ったんですけど、ハーレー乗ってハンバーガー屋ってなんかベタベタすぎてちょっと恥ずかしいかもしれないすげえアメリカ好きだなみたいなまあでもある意味それでいいのかもしれないとも半分思いながら、立て前。なんかやっぱり9月なのかなって思うような風なのかな、気温なのかな。てなわけで皆さん、この夏いかがお過ごしでしたでしょうか。僕は子供とウェーブプールに行った時に人工波を乗ったんです。あ、サーフィンしてかもってすげえ思っちゃったんですよね。雨降ると、うわ今週バイク乗れねえみたいな時が発生するんで、またサーフィン始めちゃおうと思い、まあ、せっかくなんでパンにやってみないみたいな声かけてみたら、あ、いいねみたいな感じになったんで、2人で最近ちょいちょい行くようになったんです。立て前。まあやったりやらんだりなんですけど、10年やってまた5年休んで、まあ、5年やって3年休んで、だそんな感じなんで、ずっとやってるわけではないんですけど、頭の中ではね、俺はいつでもできるぜみたいな、まあ、そんな気持ちで先日パンニーとねサーフィン行ってみたんですけど、体が信じられんぐらい重たくて、思った以上に筋力がもう低下しまくってて、思ったような動きができないのはもちろんなんですけど、それ以下だったことに衝撃を受けてしまって、30代ぐらいまではなんか感覚で体も筋肉もこう動いてくれてたような気がしたんですけど、40もね10倍になってくるとねやばいっすね。このペースだったら50、60だったら本当動かんくなっちゃうんじゃないかっていうぐらい不安になったんで、筋トレを始めましたでも筋トレって言っても僕そんな長続きする人間じゃないのを分かってるんで、いろんな工程を何セットもはできないっていうのを十分自分で理解しており、時間もないんで手取り早くやれるのないかなって調べたら、バーピージャンプっていうのを発見してまして、毎日30回決めてやってるんですけど、あのねバーピージャンプやばいっすね。5分ぐらいやってんのに汗だくですぐ息切れするんですよね。いやこれ本当な、体に効いてんのかいいのか悪いのか分からんすけど、乳酸素的には半端ない疲れようですね、はい。まあ、そんなわけでね、8月末ぐらいからちょっとずつやってるんですけど、まあ、だんだんねこう体が慣れてくるというか、まあ、といっても全然ダメですよ、もう全然グデグデですけど、その中にでも少しずつなんか成果が見えてるような気がするような、見えてないような気がするようなみたいな感じで、筋力上げることとだらけすぎたんでシェイプアップしつつみたいな、自分の思う理想のハーレーのよりもやっぱこう
シルエットがねシュッとしてる方がいいんじゃねえかななんて思っちゃったりして、サテバイ夏がハタハタするとなんか残暑後半みたいな感じの40代ですけど、だから、ね、まだまだね動けるのも分かるし体力的にもいけるっていうのもよく分かったんで、まあ、だからこそねここはねちょっと強化した方がいいんじゃないかみたいな、そんな感じでおります。サテバイということで多分だいぶ近づいてきたんじゃないかなと思います。まあそんなナビも出しちゃったりして西尾ってあんまり来ないから道が分かんないか、多分囲碁盤上になって分かりやすいんだけど分かんないさっきねちょっとガソリンを入れた時にふと気づいちゃったっすね。もう先に言います、今日クレジットカード1枚男です。はい、あとは携帯に入ってる交通系とクイックペイだけですね。新しくオープンしたてのハンバーガー屋さんって言ってるから、いやさすがにあれだよね、現金だけっちゅうことはないよね。なんか振りみたいになってるけど振りじゃなくてこれ半分ちょっとドキドキしてますが、まあ、よっぽど大丈夫じゃないかなと思いながら、さてない、なんかいろいろお店がありますね。でもなかなかここ競争率が高いですね。丸亀製麺があって唐揚げ屋さんがあってすき家があります、トトマルもある、なんか飲食店パラダイスな通りですね。ここ、あった、到着でございます。よいしょよいしょ、ここに止めていいのかな。はい、到着です。さてばい、はい、到着しました、サンデーズさんです。うん、多分西尾の大きい通り沿いにあるハンバーガー屋さんです。なんかいいですね、外装もアメリカっぽくてかっこいい。はい、ちょっと30分止めさせてもらって、じゃあお店入りたいと思います。こんにちは、外装もすごいタイル張りでアメリカっぽくてかっこいいです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。来ました、はい、今西尾市のハンバーガー屋さんサンデーズダイナーさん行ってきました。すごく美味しかったです。今日注文したのはテリヤキバーガーでした。もうねパティがねすごいジューシーでね肉肉しい、食べ応えもめちゃくちゃある、テリヤキの味もすごい好みで、なんか気づいたらペロッと全部食べちゃったんですよね。店長さんとお話ししたらやっぱり何ていうんですか、1個が大きい、すごい大きいんで、なんか結構量あるかなって感じがするんですけど、なんかねさらっと食べれちゃうっていうところが、ね、人気のポイントらしくて、いや実際その通り2個食べれちゃうんだみたいな、もう1個食べたいなって思えちゃうっていうのはやっぱすごいですね。何年もやってる方だそうなので、まあ、その技術あってのハンバーガーだなっていう感じがいたしました。ミーティングだとか結構こうハーレー乗りの人たち多く行ってるそうなので、もうこの辺ではもう有名なスポットのようでした。まあ、ぜひねご興味の方行ってみてください。ダブル君のトライアンフの納車から始まった秋ですが、これからね彼のチョッパーも納車していくと思いますし、近々ねパンネーのパンヘッドも出来上がってくると思うんで、さらにあれかパンニーとショベオ君も今またフルカスタム始めてるんで、バイクの形が変わるんですね僕と493だけかな変わってないのははい、ということでじゃあその辺もねどんどんねこの先ご紹介していきたいと思います。そうだ、思い出した、ヴィンテージハーレーに乗ってハンバーガーを食べに行くっていうのは恥ずかしいかどうかっていうところだったんですけど、お店の前に店長さんのハーレーが止められててあ、これでいいんだと、それがアメリカンスタイルでかっこいいじゃないかと、はい、そんな風に感じた本日のツーリングでございました。はい、ということでねこれからもいろんなところにバンジー乗って遊びたいと思います。はい、といった感じの本日のサテバイでございました。それではまた次回どうぞよろしくお願いいたします。